建築ハウスメーカーさんが使うべきネット SNS ツールということですけど、まず最初に挙げるのはペラ1ですね。縦に長い1ページだけの、ホームページ制作ツール、無料から使えます。ペラ1で検索すれば出ますけど、これ SEO に結構強いっていうのがあるんですね。とはいえですね、例えば岐阜市リフォームとか、岐阜市新築とかではね、さすがにね、トップページは出ないですけど、例えば岐阜市2世帯住宅新築とか、そういうですね、3つぐらいキーワード絡めたやつだと結構ね、地方都市だと出てくれます。なんで、ね、なかなかね、この辺の業界って結構激しいので、争いがなかなかね、出ない、検索の、ね、1ページ目に出ないっていうこと多いと思うんですけど、ペライチだとね、うまくやれば、ね、出る可能性上がりますんで、ぜひですね、ペライチ、だからホームページあればいいんですよ。ホームページあればいいんですけどね、それと同時にペライチ作ってね、それでね、2世帯住宅新築とかね、あとはね、総天然木新築とかねっていうので、関連キーワードの3つぐらい絡むようなキーワードで細かく取ってくると、でそうするとね、1個決まればね、うん千万ですからね、額は大きいのでぜひやられるといいと思います。で、2つ目は YouTube です。 YouTube で、ぜひですね、もう端的に言います。お客様の声動画欲しいです。あと現場動画欲しいです。あとはね、内覧系の新築内覧とかの動画も欲しいんですけど、この辺はちょっとね、お客様が嫌がるかもしれないんで、少なくとも、お客様の声の動画と、であとね、現場のね、工事の状況とかそういった動画ですね、これ実際やって成功してるとこいくつもありますので、YouTube 出して、ブログとかに貼ってもいいですかね。っていうやり方を、される必要はあるかなと思います。で、あとはですね、インスタとかその辺、YouTube、Twitter とか Facebook とか、微妙な線なんですけど、でもそっちの方も、見ると思いますんで、Instagram から Twitter と Facebook に自動投稿ね、今できますんで、インスタ起点にして写真や動画を軸にね、定期的にね、インスタにね、こういう現場でね、何様の施工させていただいてますとかね、完成しましたみたいなのをね、インスタ起点に、Facebook と Twitter に流すっていうことも、定期的にされる。そんなに、時間かけなくてもいいのです、この部分と。それはそれで見る人がいますんで、そうやって誘導されるかなと思います。でもね、やっぱりペライチとYouTube、その辺の絡みが一番強力だと思いますんで、それをきちっと組み合わせてですね、SEO に引っかかってお客さんが見て、それでね、お問い合わせいただくっても、そういう流れを作られるといいと思います。